例は、かつて、三岡自動車が市販の軽自動車をベースに改造、販売していたクラシック風、パイクカーである。クラシカルなボディコンセプトは、ビビオビストロを意識した作りとなっており、メッキパーツ多応のスタイリングとなっている。初代1996年登場。ボディは当時、オートザムブランドで販売されていた松田キャロルの3代目が、ベース。専用のフロントマスク。 リアテールランプと木目調パネルが与えられた。また、前後バンパーにオーバーライダーをそれぞれ装着し、若干全長を伸ばした登録者仕様も存在した。二代目1999年登場。二代目は、ボディパーツが五代目鈴木アルト共通となった5ドアの四代目、松田キャロルがベース。グレード構成は3ドアと5ドアのみ。先代に比べると、 ベース車に比べ大幅な変更はなく、内装に関しては全く変更がなかった。2002年登場。ベースは初代ダイハツミラジーノとなる。フロントマスクは初代に似たものとなった。木目調パネルは専用のものが与えられた。2004年にミラジーノがフルモデルチェンジしたため新車としては販売終了となったが、その後数年間は認定中古車ベースとして販売された。 ありがとうございます。